ZIP ドライブ ZIP は1994年後半にアメリカの iOmega によって開発されたリムーバブル時期ディスクメディア。ディスク容量は最初は 100MB のものが後に 250MB、750MB の製品が登場した。主にパソコンで使用される。大容量フロッピーディスクの一種として知られているがサイズは3.7インチで。 互換性も全くない。ドライブはすでに製造終了している。ZIP ドライブが標準搭載されていた1997から99年代のパワーマッキントッシュ工事機ディスクとは比較にならないほど高速なアクセスが可能である。ディスクには富士フィルムが開発した白膜の磁性層を形成して記録密度を高めるアトモムを採用することで 大容量を実現している。発売当時、同社のベルヌイディスクと同様にディスクを湾曲させ、ヘッドとの距離を保っていると、メディア等で誤解されたが、実際には、ディスク側を湾曲させて、ヘッドとの距離を一定にしている、ベルヌイディスクに対しジップは、ハードディスクと同じくヘッドを浮上させて、ディスクとの距離を一定にしており、同社は、そのベルヌイディスクの機構は使っていないと。 公表している。日本国内においては、富士フィルムがメディアを生産していた。また、セイコーエプソンなどがライセンスを持っていた。米国においては、他の大容量メディアと比較すると、メディア、ドライブともに安価だったため、発売前から話題を呼んだ。拡張カードがなくてもパラレルポートに接続でき、スカジー接続も可能という利便性の高さもあって、 登場からしばらくは主要なメディアの一派を形成した。一時は、ポストフロッピーメディアの最有力候補と言われ、フロッピーはそのうち、ジップドライブに置き換わるとまで言われていた。海外のパソコンメーカー製品で、ジップドライブ搭載機種が一時期多く見られたのも、そのためである。一方で、日本ではすでに MO が普及していたためあまり、浸透しなかった。MO と比べると、 ドライブは安価だが、メディアの値段が高く、ある程度普及が進んでも単価はあまり下がらなかった。これは、メディア売り上げで利益を確保する開発元の狙いがあったと言われる。結果、相対的に見ると割高になってしまった。その後、より大容量で低価格の CDR、CDRW、記録型 DVD 媒体の普及もあって市場は、縮小を続けた。 メディアのフォーマットは MO と同じスーパーフロッピー形式であったため当時まだ普及率の高かった PC-9800 シリーズと急速に普及しつつあった PCAT 互換機関での大容量データ交換にも利用可能であった ZIP システムは大雑把に言えば iOmega のものより以前のベルヌーイボックスシステムに基づいている ZIP のシステムでは リニアアクチュエーターに固定された読み書きヘッドのセットが頑丈なカートリッジの中で高速回転するフロッピーディスクの上に浮かんでいる。ジップディスクはコンパクトディスクサイズのベルヌーイメディアより小さい3.5インチフロッピーほどの大きさのメディアとその全体的なコストを減らした単純化されたドライブデザインを使用する。ジップは ドライブ自体にフロッピーディスクドライブとの上位互換性を確保していないものの、標準的なフロッピードライブや、その上位互換ドライブより、データ転送速度が高速なのが特徴である。標準的な 1.44MB フロッピーは、転送レートが 500kbps、平均飼育時間が数百ミリ秒なのに対し、オリジナルのジップドライブのデータ転送レートはおよそ1。 メガバイト S、平均飼育時間が28ミリ秒である。なお、今日の平均的な 7200rpm のデスクトップハードディスクドライブの平均飼育時間は約8.5から9ミリ秒である。ジップドライブはコンピュータとの多様なインターフェースで製造されてきた。内蔵用ドライブは IDE インターフェースと s c ジ、SI、ーインターフェースの双方が外部接続用ドライブは パラレルインターフェース、スカジーインターフェースと USB インターフェースなどがある。USB 接続のものには、後にバスパワー動作の製品も登場している。一時期、パラレルインターフェースとスカジーインターフェースと、自動検出するという ZIP プ,プラスと呼ばれるドライブがあったが、多くの互換性の問題が報告され、後に消えた。当初、ZIP は 100MB の容量が採用された。 ディスクの価格を通常のフロッピーディスクの価格に近づけることを考え 100MB ドライブに挿入できるより低コストな 25MB のバージョンが計画されたもののこのサイズのディスクは発売されなかった安価な値段の割にそこそこの容量を確保した 100MB という容量は1995年当時では個人データを収納するのに十分で競合する 同サイズのメディアより早くリリースされたこともあって、ZIP は MO が一般的でなかったアメリカでは大いに普及し、日本でもまずまずの普及を見せた。後にデータ転送レートと飼育時間を改善しつつ、容量を250メガバイトに増やした ZIP250 を発売したが、日本ではすでに MO が普及していたことと CD-R や CD-RW が広がりかけていたこともあり、ほとんど普及しなかった。その後、容量をさらに 750MB に増やした ZIP750 を発売したものの、その頃には CD-R や CD-RW が市場を席巻していたため、こちらも日本ではほとんど普及しなかった。ZIP のディスクは3.5インチフロッピーディスクと比較して、より厚いが、 それ以外は3.5インチフロッピーディスクとほぼ同じ大きさである。ドライブとディスクへの損傷を防ぐため、100メガバイト、ジップディスクのジャケット部分裏側の角に再起反射スポットがあり、このディスクの再起反射スポットを検出しないと、ドライブが動作しないようになっている。250メガバイトジップディスクでは、黄色いシールが貼られており、区別が可能である。 上述の通り、ZIP には3種類の容量のメディアがあるが、ドライブは基本的に上位互換となっている。ただし制限があり、250MB ドライブは 100MB ディスクへの書き込み速度が遅い。また、750MB ドライブは 100MB ディスクの読み出しは可能だが、書き込みはできない。この、 100MB ディスクに書き込めないという仕様は、最も普及している 100MB ドライブのユーザーとのデータ交換に支障をきたすこととなり、突きかけていた ZIP の命運に、こと日本ではとどめを刺すこととなった。非対応のディスクをドライブに挿入された際に、そのディスクにアクセスされることなく直ちにディスクが排出される、よう、再起反射スポットの位置が3つのメディア容量で異なる。 他のディスクフォーマットと違い、ZIP のライトプロテクトは、ディスクコントローラーそれ自身で実現されている代わりに、ソフトウェアとハードウェアの双方で実現されている。ディスク上のメタデータは、ドライブがホストコンピュータに従わせる、ライトプロテクトの状態を示す。プロテクトの設定を変えるために、コンピュータは、ZIP ディスク上のメタデータを変更するよう、ZIP ドライブにコマンドを発行する。 これはディスクがドライブにロードされ、ライトプロテクトをオン・オフするための適切なソフトウェアのあるコンピュータからアクセスされなければならないことを意味する。また理論的には、ライトプロテクトフラグを無視するノラドライバーや改良型ジップドライブが作成される可能性がある。ジップシステムはパスワードを介したメディアアクセス保護も導入している。ライトプロテクトのように、これは ソフトウェアレベルで実装されている。ディスクが挿入された際に、ZIP ドライブはメタデータを読み出す。そのデータがディスクに読み出しロックがかかっていることを示していれば、ドライブはコンピュータからパスワードを待つ。パスワードを受け取るまで、ドライブは空であるふりをする。パスワードを受け取り検証すれば、ドライブはドライブ内のディスクを活性化させアクセスを許可する。 あるドライブモデルにおいてソフトウェアを騙してドライブの中にあることを信じ込ませたのとは違うディスクにアクセスできるようにすることを可能にすることがこの実装の一つの副作用である。プロテクトはどのような暗号化も使用していない。プロテクトはただディスク上のメタデータとジップドライブのファームウェアからの共同の結合物である。最初、ジップドライブは 安い標準小売価格と大容量のために1994年の販売開始後はよく売れた。アメリカでは当初ドライブはカートリッジ1個付きで 199US ドルで追加の1 0 0イトのカートリッジが20ドルで販売されていた。より多くの会社がカートリッジを供給するにつれて追加カートリッジの価格はすぐに次の数年間で下落した。結局、 富士フ,フィルム、バーベータム、マクセルがサプライヤーとなる。成功エプソンもライセンスされた 100MB ドライブモデルを自社ブランドで製造していた。日本でも1995年当時、MO ドライブは当時最も普及していた 230MB タイプが約4から5万円。登場して間もない 640MB タイプが約6万円だったのに対し、z i p 1 0 0イトドライブは 約2万円と破格であった。また、メディアは2 3 0イト m o が約2000円、6 4 0イト m o が約3000円に対して、1 0 0イトジップディスクは約1800から2000円で購入でき、保存するデータが数百メガバイト程度というエントリーユーザーに大きく訴求した。しかし、MO ドライブや、 MO ディスクが数年間で約半分から1、3の価格まで下がっていったのに対して、ZIP はドライブメディアとも値段があまり下がらず、ユーザーはやがて MO や CD-R、CD-RW へ移っていった。ZIP ドライブと ZIP ディスクの売り上げは1999年から徐々に下降していった。1998年9月、死のクリック、工術と呼ばれる、 ジップディスクの不具合に関する集団訴訟が起こされた。この訴訟は、アイオメガの敗訴に終わっただけでなく、ジップへの信頼性を低下させるものであり、売上低下に拍車をかけた。その後、安価な CD ・ DVD ドライブや手軽な USB メモリの出現、普及により、ジップドライブの需要は大幅に減った。日本国内では、富士フィルムが2002年に、 ドライブの販売が終了し2005年9月にはディスクの販売を終了している。i o m e ガでは現在オンラインショップでドライブの販売が終了しディスクの取り扱いのみになっている。なお、セガの家庭用ゲーム機、ドリームキャスト用の外付けジップドライブ発売が予定されていたが実現することなく終わっている。1998年9月に報告されたジップの 致命的な欠陥。販売初期の普及企画である 100MB ドライブにおいて、ディスクをセットした後に、カン、カンと小型ハンマーが何かを叩くような金属音とともに、ジップドライブへのアクセスを呼びディスクの読み取りができなくなってしまう現象。故障前にカチカチという音を出し続けていたことから、このような名前がついたと言われる。この現象が発生した場合、ドライブが、 使用不能になるだけでなく、その際にセットしていたディスクも使用不能になる可能性が高い。原因はディスクメディア上に投付された金属庫と読み出し装置に蓄積された潤滑油で1995年1月以降に生産されたドライブに集中した。頻度が低いとされているが、現在でも当時のドライブが稼働している場合は同様の問題が起こる。 可能性がある。アイオメガは1990年代後半に、ジップブランドの下で、ジップ駆動650と呼ばれる内蔵及び外付けの CD-RW ドライブを発売した。しかし、これは普通の CD-RW ドライブで、磁気ップドライブとのフォーマットの関連性はない。同じジップ駆動名義の CD-R メディアと CD RW メディアもリリースしたが、これも一般的な CDR-CD、RW CD メディアである。ポケットシップは iOmega が1999年に発売したリムーバブルディスク製品のクリックを名称変更したもの。ディスク容量 40MB の独自の小型ディスクと専用ドライブで使用するもので ZIP との互換性はない。当時主流であった。 コンパクトフラッシュやスマートメディアと比べてバイト単価が安くて保存容量も適度であったが約1万円程度で専用ドライブを買う必要があったこととほどなくしてコンパクトフラッシュやスマートメディアに容量を追い越されたことから普及しなかった。ありがとうございます。